引き続きカフェのコーナーです。新井選手にお話を伺っていきます。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、全日本ラリー選手権は残りあと2戦ということで、はい、もう早いですけれども ね、はい、そして次戦がですね、岐阜県の高山で行われるということなんですが、はい、こちらは随分と、歴史のある大会ですね。そうですね、50何年って言ってましたから、長いですよね、はい、これコース自体はどうなんですか。今ですね、飛騨高山の周辺を使ってまして、確かモンデウスというスキー場がサービスパークなんですね。で、そこは結構綺麗なところで、紅葉ももう始まってるぐらいのところなので、ぜひ遊びに来ていただけるといいかなと思いますね。はい。そして当然シリーズも終盤ということになって、はい、どういったところが鍵を握りそう。そうですね、はい、もう私は結構ね、勝たないといけなくて、あとは勝田選手がどういうポイントの取り方をするかなんですよね。あいつが勝っちゃうともう全然ダメなんですけど、だからもう少し他力本願的なんですけど、自分は勝たなきゃいけないので。そうですね。はい。そして、これからですね、各種イベントも行われるわけですけれども、はい、その前に、8月に行われました、はい、このラリーイベントもね、はい、ちょっと振り返ってみたいんですけれども、これ今回渋川で、はい、行われましたけれども、はい、これ、荒井さん、この、実際にはそこでは、ラリー、大会が行われてたっていう意味合い。そうですね。バズラリーチャレンジですかね。が、その渋川で行われてまして、そこがちょうど起点が渋川総合公園でやってまして、で、そこが、その中も一緒に走るんで、ギャラリーステージにもなってるっていうので、そこに来ると、だからサービスパークも見られるし、走ってるも見られるし、トヨタの社長の森蔵選手も出てましたし、結構、相川翔さんも来てたりとか、結構盛り上がったですね。あ、じゃあもうそこ公園に行けば、そうそう、行けば会えますしね。はい、いろんな楽しみ方がね、そうですね、やっぱり夏休みなんで家族連れも多かったですし、はい、ただ8月上旬かなり暑かったですか。暑かったですね、私もデモランとかしたんですけど、もうちょいちょいになりました、ね、はい、あ、デモランもやったんですね。そうですね、そのギャラリーステージの中でデモランをその時間が空いてる時にやりましたので、はい、そしてこういったレーシングイベントというものが今後もありまして、荒井選手は忙しい日々が続くわけですが、まずはですね、10月1日に行われるイベントがありまして、これがちょっと面白いネーミングで、ドリームドライブドリームライブというね、イベントなんですが、これどんな中身なの。私もね、初めてなんでわからないんですけど、ちょっと先日トヨタさんと打ち合わせした時には、その音楽とレーシングカーのその音を一緒に楽しもうというようなイベントで、だから始まるのも夕方なんですよね。ここ多分3時頃から始まって、その音楽奏でながら、だから走るのもだからワールドラリーカーですとか、あとそのルマンに出てたハイブリッドの車ですとか、その辺の車を持ってくるので、多分音もすごくかっこいい音なんですよね。だから、その、ちょっとね、車、まるっきりモータースポーツファンじゃなくても楽しめるかなと思うので、ぜひ、お台場なので行っていただければなと思いますね。はい、楽しんでいただきたいなというふうに思いますが。さて、その後の10月の予定等々は、はい、荒井選手の。あとはその、10月最後ですかね、11月頭ぐらいに、モーターショーと一緒にですね、みんなのモーターショーってピストン西田さんっていうFM の DJ の方がいらっしゃる、その人が主催するイベントが、お台場のイベント広場であります。でそこでは私ラリー車持ってってデモランとかするので、そこもだから遊びに来てもらえるといいかな。なるほどなるほど、はい、じゃあそのお台場のところで、荒井選手もね、実際には参加する、はい、ということになりますので、各種イベント盛りだくさんということになってますので、はい、ぜひ皆さんもねお出かけいただきたいと思いますが、さて、全日本ラリー選手権は残すところあと2戦ということになっておりますけれどもね、次が高山と、はい、ところになりますが、改めて、ファンの方へ、意気込みをね、はい、お願いしたいと思います。はい、そうですね、またターマックなんですけどね、実は次に新しいタイヤが投入されるという予定なので、ただまだ入ってないんで分かんないですよね。どのぐらいその、アドバンテージになるのか、ディスアドバンテージになるのかが分かんないんですけど、アドバンテージになることを期待してですね、頑張って、勝ちたいなと思ってます。はい、新しいタイヤっていうのは当然のことながら、荒井選手が履いて実際走ってみる、はい、そうですね、これからテストするんです。これからテストするんです、ね、そうなんです。だからいいか悪いかまだ分かんないですけど、当然走ってみないと分からないところがあるんですね。ただ悪くなることはないかなという気はしてるんですけどね、はい、当然そのこれまでの走りがこうだから、はいはい、
新井選手としてはこうあってほしいみたいな要望っていうのは当然、はいはい、そうそうそうですね。だからゴムってやっぱ柔らかければグリップ出るんですけど、うん、持たないから硬いのするっていうその妥協点なんですよね。なのでそのハイランドの時って気温が結構下がるので、はい、そうするとゴムは柔らかくてもいいよというそういう予測のもとでいくので、うん、難しいです。なるほど、はい、当然タイヤということ今シーズンはダンロップというところがね、はい、ね、何度もね、はい、出てきましたけども、はい、そこを上回れるかどうか、はい、この後の新井選手の走りにも皆さんぜひ注目していただきたいと思います。今週のカフェのコーナーはラリードライバー新井俊博選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。